この曲で、一旦締めさせていただきたいと思います。今からちょっとチラシ配りに行きますので、よかったら回っていってください。来週は路上ライブが残念ながらない予定です。今のところで、5月の18日に、また亀岡に来ます。ここじゃなくてお昼なんですけど、1時から4時の間、ここまっすぐ行ってもらったところの赤い風船という建物があります。そこのエントランスでフリーライブがありますので、18日のお昼1時から4時まで、ぜひよかったら遊びに来てください。そこで、新しいグッズなんかもちょっと用意できたらと今考えていますので、ぜひぜひ遊びに来てください。まだまだ動画ライブ続けていきますので、お時間の方よかったら見てください。ありがとうございました。